大体そういうことを言ってる人っていうのは大して書いてないから、すげえ今から大事なこと言うと。間違った練習法があるとすれば、いくらでもね、取り返しつくんですよ。もう気づいた瞬間から。メールメンペッペッ。はい。久々にアシュのメルで出てきたね。最近シンプルなのにバカだったからね。アシュっていうのは、モンハンみたいな、今回は練習法についてです。たくさん練習してくださいっつって、絵を描いてくださいっつって。練習してくださいとは言ってないか。絵を描いてくださいって言うと、間違った練習法を続けると、変な癖が身についたりして良くないという人が、こうやってあったんですよ。スポーツ選手とかだとさ、やっぱり間違った、完全にフィジカルだからさ、間違ったことを延々やって体に教え込みすぎると、もうその癖が抜けなくなって、なかなか補正が大変だって。まあそれはやっぱりそうだと思うんですよ。で、それこそお芝居とかも、やっぱね、そういう体を使うことって、なんかその、もう体に直接教え込む。もう神経で考えて動くんじゃなくて、もう体にそのプログラムを直接刻むみたいなさ、やっぱそういうところがあるから、一回それがもうできちゃうとさ、なかなか補正が難しいってのはあると思うんですよ。まあもちろん絵もやっぱりこう腕を動かすとかっていうフィジカルの部分もあるので、まあ、それがゼロかっつったら、やっぱりその手癖っていう言葉があるぐらいだからさ、手癖がつきすぎてしまうとなかなかそこから抜け出すのは大変っていうのはもちろんねあるんですよ。癖も直せなくなるしな。そうそう。まあ、ただ、まあ、もちろんその結構さ、極論っていうかだいぶ省いていってるから、誤解されてもしょうがない部分もあったんだけどさ、たくさん書くとか枚数をこなすとかっていうのはもちろん、なんか同じようなものを手癖で書き続けるっていうのじゃなくて、まあ逆に言うと、その逆に言うとっていうか逆なんですよ。手癖で書くみたいなのからどれぐらい逃れるかっていうことをいかにたくさんやるかっていうことでもあるんですよね。だから毎回考えて、自分がやってることはきちんとその目標に近づいていってるのかってことを考えながら手を動かすっていうことをたくさん繰り返すと、もちろん絵は上手くなるんですけど、何も考えず描いたことある絵を量産したって、それは当然上手くなるわけがないんですよ。だから数をこなすっていうのは、まあ、俺からしたらちょっと正直それは当たり前のことなんだけど、同じものをたくさん描くとかってことでは当然なくて、考えながら試行錯誤を続けていこうということなんですね。だから間違った練習法があるとか、同じものを描いたら描き続けたり、手癖で描き続けたらダメって、そんなのは当たり前の話で、まあ、間違った練習法があるとすれば、あくまでね、それはもう練習ですらないんだけど、まあ、同じものを描き続けるとか何も考えずに、それが一番良くない。それ逆にってよく言っちゃうんだけど、逆にそのたくさんその手癖じゃなくても、それが手癖が仮にいい手癖でも、そればっかり書くっていうのはやっぱり停滞ですよ。だから書いてるが良かろうが悪かろうが、やっぱり同じものを惰性でやり続けるっていうのがあんまりうまくならないです。練習ってさ、要は技の引き出しというかさ、バリエーションを増やすためにやってるわけだからさ、だからそれは練習とは言わないんだよ。まあ、ただツイッターで俺が言ったのは、その、まあ、とはいえ書いてて無駄になることはあんまりないよ、今言った話でも、まあ、手癖をずっと続けてて、まあ、だからそれはそれで書き慣れるっていう部分もやっぱあるからさ、まあ、やっぱそういうことを悩んでる人基本的にはそもそも何回も言ってくるとそもそも量が足りてないんで、手癖でも書き慣れるっていう意味ではまあいいところもあるっちゃあるんですよ。ただ今クマピーが言ったように、練習ってそもそも苦手なことを練習するのが練習だから、できることをいくら繰り返したってしょうがないわけ。だから苦手なことをできるようにするって練習はもうやって損なんかないから。やればやるだけ良くなるんです、絵は。それがね、なんかツイッターでそのマイケル・ジョーダンの言葉を借りて、いや、ジョーダンは間違った練習法があるっつって、それをやっても良くないって言ってたんですけど、絵で、その練習を苦手なことを克服することを練習っていうのであれば、もうそんなのやってダメなことなんて、全然ないです。一つのことを究極にね、極めなきゃいけないような仕事の人だったら、同じ練習をひたすらやるのも大事かもしれないね。職人的にね。そうそうそう。ハイレベルの話ね。だからその軸足をさ、まあ、一極集中もいいんだけど、そうじゃなくてもっとニュートラルに入れたらさ、それはもちろんその幅は広がっていくよね。まあ、だから、はっきり言うと、練習ってのはそもそも苦手を克服することなんで、練習やってダメなことはないよって、量をたくさんこなして、それでデメリットが果たしてたくさんこなすことであるかっつったら、それもね、ないよ。
は手癖ばっかり書いてしまった。でも気づいた瞬間からそれは手癖で書かなくするんだったら、今まで手癖で書いてた時間も別にそれが足かせになることは多少あっても、別にその、なんだろうな、補正不可能ではないし、絵の世界でね。もっと言うと、それでなんか手癖ばっかで書いてっていうのをさ、本当に天文学的な数字書いてたら、もはやそれ以外のことできるかも、できなくなるかもしれないけど、これもね、良いこと言うけど、大体そういうことを言ってる人っていうのは、大して書いてないから、何回も言うけど。そう、だからいくらでもね、取り返しつくんですよ。もう気づいた瞬間から。俺は絵はそういう世界だと思ってるから、なんかね、一部の人から言われてるのは、これ生存したバイアスでしょって。俺が絵と絵描きとして売れてプロとしてやっていけてるから自分の方法論を言ってるだけで、それは誰しもそれが正解の方法論じゃないよっていうふうに言われるんですけど、俺はもちろん自分の経験則だけで言ってるわけじゃないんですよ。自分が見てきた他の作家さん、友達の絵描きさん、いろんな人を見てきて、まあ、やっぱり当然ね、量とかこういうことって必要だから、やっぱりプロとして活躍していくためにはこういうのが必要だなと思って言ってるわけで、一つ例に例えると、俺は20代半ばぐらいからプロとしてやらせてもらってるんですよ。まあ、最初でね、下手くそだったけど。で、その後に仲良くなった、俺よりもその、いくつか年上の人がいて、当時、俺がプロとして始めたのがもう25、6だったから、4、5歳上なのかな ?29 とか下手したら30みたいな友達の人がいて、すごい仲良かった。で、その人たちがさ、俺がその絵描きのコミュニティみたいなのがあって、すごくなんかかっこいい、憧れるって自分ももともとそういうの好きだから、イラストレーターとか漫画家になりたいと思って、そこまで勤めてたデザイン会社を辞めて急に漫画家目指し始めて、ただまあその時目指し始めて、それまでキャラクターイラストも全然描いてなかったぐらいだから、まあ、もちろんデザイン会社で働いてたってそれはもちろんあったんだけど、じゃあ当時描いてた絵がイケてたかって言ったら全然素人レベルでしたよ。大丈夫かなって思った当時俺は。だってちゃんと働いてて、デザイン事務所で、しかも会社から結構重宝されてたわけ。そういうの全部ぶった切って、おいおい、大丈夫か、そんな後悔に出ると思って。ってやつだ。絶対やべえぞと思ってたんだけど、もうその人は本当に努力家だし、自分が何が好きかっていうのも分かってる人だから、まあまあ、それもね、それも生存者バイアスって言ったら、そういうところもあるんだけど、ちゃんと漫画家になって、しかもちゃんと売れてるんですよ。20代後半から。だから、まあこれあくまで俺が、その人が漫画を目指し始めた時に若い俺から見ても大丈夫かって思ったところから努力でそこまで行ったんだって。でも確かにその29とか30だったらさ、ある程度自分のスタイルも固まっててさ、なんかこう自分とはこうみたいなのを勝手に決めちゃってた時期じゃん。もっと言うとその人の絵だってテクセルがすごかったから。でもそこから伸ばしていけるってね、そのテクセルを伸ばした可能性もあるし、柔軟なことをしたかもしれないし、両方だね。ね、きっとね、いろんなことをこう本人も試してやって成功したんだろうけど、やっぱり成功して評価されてるってことが答えだよね。だからその人はね、俺から見てもやっぱり考え方結構、まあ、頑固なところもあるんだけど、柔軟なところもあってさ、やっぱりその果敢に書くの、苦手なものを書くの嫌がるやつっているじゃん、下手くそになっちゃうから、下手くそに見られたくないなって、すげえ今から大事なこと言う、下手くそに見られたくないなって思うのが一番の上達の妨げです。その今紹介してる漫画の人はどう思われたっていい、もうとにかく書くんだって、下手でも何でもいいっつって、そのバイタリティ、モチベーションがすごかったから、結果、売れてるんですよ。そこね、やっぱね、若ければ若いほど、そういった脱線画面方のやついるんだって。他からこういう風になんか下手くそに見られるのが嫌とか。今日のまとめ。間違った練習法。人から下手だと思われることを怖がって、苦手なものを書こうとしないのが一番の間違いだね。だから考えずに、テクスで書き続けるからもちろん良くないです。ただ練習ってのはそもそも苦手なものを書き慣れるってことが練習なので、苦手なものをたくさん書いて悪いことも当然ないんですから、だから苦手なものをどんどん書きましょう。で、苦手なものを書くときに一番妨げになるのは、人から下手くそだと思われたくないって気持ちです。そういった気持ちは今すぐ捨てて、苦手なものを書いてるのが下手くそで当たり前なんですよ。で、その下手くそだなと思うところも進めば進んだだけ上手になるので、それが俺の思う一番正しい練習ですね。はい。綺麗にまとまりました。以上。さようなら。チャンネル登録よろしくお願いします。